レターを読みます。お願いします。ラジオネーム何らかの選手。何らかの選手、何の選手だ、何の選手ですか。群青団地の親子さん、福田さん、こんばんは。こんばんは。10月は群青団地の出るライブがたくさんでとても嬉しいと同時に、ありがとうございます。お二人がとても忙しくなるんじゃないかと心配してます。いやー、ありがとうございます。私は仕事が立て込むとイライラして無口になるタイプなんですが、お二人はイライラするとどうなるタイプですか。またよくやるストレス解消法があれば聞きたいです。よろしくお願いします。ということなんです。なるほど。これがね、これはどうですかね。まずその群青団地、うん、この二人でどっちの方がイライラすることが多いかってなった時に、はい、意外とね、福田さんなんですよね。そうですか。そうなんですよ。結構多分温厚な感じに見られると思うんですけど、はい、意外とね、福田さんはね、イライラします。いやまあ、うん、そうですね、いろんなことに対してイライラしてますかかもしれないです。してますかもしれないですね。してますかもしれないでしょう。いやまあそうですね。それこそさ、このどこですか、何らかの選手さんと一緒で忙しくなるとやっぱ心の余裕がなってさ、なんかピリつかない。まあ全く同じなんですよね、多分ね。イライラして、そう、僕も無口になるタイプなんで。本当にそう、もう本当にね、うん、何らかの選手が言ってるまんまかも。本当にライブとかがちょっとこう多く入らせてもらって、はい、あんまり時間がないと、はい、ピリつくよね、やっぱね。絶対こっち意外とよくは意外わかんないけど、はい、別にイラつかないんですよ、なんかあんまり。そうですか。あんまり切れないというか。そうですか。そうです。何ですか。何かありますか。まあまず、うん、ストレス解消法。あ、なるほど、そう、聞きたいわ。どうしてんの。これは、うん、ぶっちゃけ言うと、うわ、ぶっちゃける、ないです。ない。ないって言ったら語弊がちょっとあるかもしれないですけど、抱えたまんまってこと。ストレスを、まあ人といる時は、うん、もうそれを飲み込むしかないですよね。飲み込まれてんだ。じゃあ飲み込んでますよね。飲み込めてますよね。どうですか。まあ飲み込みきれてないところあるけど、その口の端っこからピブって出てるのがあるけど。あ、ちょっとパワって出てる。入れすぎてピクピュって出てるのがたまにあるけど、あの飲み込んでるんだ。でも自分でちょっと飲み込んでるつもりはいるんですけど、ね、うん、まあ、強いて言えば、うん、時間が解決してくれるっていう感じですか。なんかそういうこと、なんか振られた時みたいになってますけど、もう未練を断ち切るには、もう未練を断ち切るには時間しかないんです。あ、そうなんだ。でもそのやっぱ一人になりたい。そうだね、一人の時間大切な人だよね。そうですね、うん、だまあ一人になって時間が経つと、うん、まあ別に勝手に解消というか、まあ収まってくる、うん、はいはいはい。ので何かをして発散とかマジで僕ないです、ね。あ、そうなんだ。はい。いやでも怖いですよ。その今ってさ、圧倒的にその一緒にいる人って俺じゃん。相方の。そうそらそうです。ほぼ毎日いますからね。だから一番そのピリピリをこう浴びるというか。そんな。浴びてます。なんかやっぱ怖い時あるもんな、全然。怖い時。それこそこの前、はい、あの。ライブ王っていう太田プロの1年目から3年目の若手だけの、はい、その若手だけで頑張っていこうみたいな若手育成のライブみたいなプロジェクトが始まったんですよね、うん、太田プロで始まりましたね。それに参加させてもらいまして、この前が9月26日が初回だったんですけど、はい、まあ、そのライブ王の前に軽くネタ合わせしとくかってなって、はいはい、うん、で、まあ、その駅の改札、新宿の駅の改札ら辺で待ち合わせしたんですよ、はい、でその日が、まあ、ライブまで僕は何もなくて、横は何もなくて、はい、で福田さんはバイトだったんですよね、ライブまで直前まで、うん、はい、で改札で待ち合わせして、はい、おうっていう時に、うん、あ、もうそのバイトで疲れてて、うん、私あんまりこう寝れてもなくて、あ、で今ちょっとこうテンション低い、ちょっとこうピリつ、もしかしたらピリついてるかもなみたいな、もう10年一緒にいるんで、ちょっと分かったんだ。王で感じるの、俺はもう最初の一発目の王で挨拶でね、あ、なるほどと思って、俺はそういう時は合わせるんですよ、テンションを。
テンションまあそれとこっちが「えい!」とか言ったら、ちょっと疲れるかなと思って、いかわすと俺も、まあ合わせて、お互いちょっとこうテンションして、はい、歩いてて、うん、でもその日に、うん、そのライブをね、今そのまあ YouTube とかには上げてないネタ、サプライズっていうネタがあるんですけど、それをライブでやるっていう話をしてて、はい、で、福田さんがそのライブ王の宣伝告知ツイートをツイッターでしてたんですよね、その日に。まあ、しますよ。で、そのツイートパッて見たら、うん、そのサプライズっていうネタのもうほんと後半も後半の結構大事なバラシの部分の画像を上げてたんですよ、うん、そうですね、全そうですね、はい、これからやるネタも、え、こいつこれからやるネタのバラシ上げてんじゃんと思って、うん、あ、なんか何も考えずにやってんだろうなと、うん、だからなそう別にいいんだけど、うん、これ あんまダメかもよみたいな、これからやるネタのこれ上げちゃうみたいな、あ、そこそこごめんごめんみたいな、はい、そこでも多分一個またピリついたの、福田さんが、福田さんってその自分の自分のミスに対してもイラつくからちょっと待って、そうですけど、うん、そんな優しい言い方じゃなかった。どんな言い方してたじゃん。あ、全然いいんだけど、うん、俺全然いいんだけどって言ってる。全然いいんだけど、うん、え、これ今日やるやつだよね。うん、いいよ、こうやるやつだよね。うん、いいよ。あ、いいよ今のとこよかったよ。すいません。いや、もうなんか、違う、トーンがちょっと違くない？だからさっきの聞いてた。トーンが違う。一回その、トーンが違う。改札パンの王で、俺は一回福田さんテンションに合わすのよ、一回。はい。もしそこで福田さんが、えいみたいな感じだったら俺も、お前、おいこれバラしてるっていう。嘘つけでやってるから。嘘をつけ。ほんとに。でもまあだからそこで、はい、まあちょっと、ああ、ごめんごめん、みたいになって。はいはいはい。まあちょっとこう、気まずいって言ってさ、なってた。あ、まあまあ、ごめんごめんって言って、うん、で、まあまあまあ、とりあえずネタ合わせしようかって、はいはいはい、別にいいからそれは、はい、ネタ合わせしてたら、はい、ネタ合わせしようって言ってるのに福田さんが自分のリュックなんかガサガサし、なんか中をこう探ってて、テレビ、うん、どうした？って言ったら、ジャケット忘れたそのジャケットはネタの衣装で使うんですけど、まあまあ僕がね、衣装とか持ってくる役なんでね、その忘れたわって、はい、え、どうするみたいな、あとで買ってくるわ、ちょっとイラついてるんですよ、その自分のミスに、はい、で、あわ、ネタ合わせまた しようとしたら、はい、なんか全然なんか入ってなくて、役に、うん、なんかセリフもあんま出ないし、ちょっと集中できてない、あ、なんか集中してないな、この人と思って、はい、その自分のミスとかにイラついて集中できてないのかなと思って、うん、チラッて見たら福田さんがその自分の腕をなんかで叩いてて、えっと思って腕パッて見たら蚊に3箇所刺されてたんですよ。お前もう秋だぞいやいやいや、お前いつまで蚊に刺されてんだよそれはしょうがないでしょ、蚊に刺されて、蚊に刺されたくて刺されてないんだよ。それでもイライラしてんの、蚊の意思、それは、いやそれはイライラするでしょ、だって蚊に2分の間に3つ刺されてんだよ。刺されすぎだよ、3つ刺されてもう9月の終わりにめちゃめちゃ腫れてきてんだよ。イライラするでしょ、それ関係ないけど福田さんってめっちゃ蚊に刺されるんだよね。一回だからネタ合わせで夏に公園でネタ合わせしようっつって、うん、夜中の公園で夜中ですよ、1時間ぐらいして、うん、家帰ったら20個刺されてた。これマジで、マジで、マジ持ってない、持ってないんです。僕も見てます、なんか手と足含めてマジで20刺されてる、20数えたら20ぐらい刺されてて、なんかジンマシみたいになって、おかしい、なんか出てんの、蚊にとってのもうエチエチななんか出してんだよ。蚊にとってのエチエチってなんだよ、エチエチな蚊のやつを出してる、多分。いや、それ全く刺されないよね、俺全く刺されない。まあその蚊の話は別によくて、でも結構なミスが多いよね、ミス、自分のミスにイライラするみたいなこと多いよ、ね、まあまあまあ多いですね、うん、まあそれでちょっとなんか無口になったりっていうのは、うん、ありますね。まあそれはちょっと申し訳ないですけども、うん、でもまああなたもありますよ。いや俺マジでないよ、怒ること。いや、あります、あります。まあ怒ることはないかもしんないですけど、ないじゃん。いや、ちょっと怖いんですよ、怖いです。それ勝手にビビってるだけでしょ。でもいや、そんなわけあるか、勝手にビビる。いや、そのまあ例を挙げると、うん、
じゃあこれもその僕が広報担当みたいなので、うん、そのライブのスケジュールをそのツイッターに上げるんですよ。毎回上げてますね。毎回上げるんですけど、はい、その中の一つのライブが、はい、時間が間違ってたと、うん、でまあこれも僕は100悪いです。これ100悪いです。もうずっと悪いです。ずーっと100悪いですけども、はい、大丈夫ですか。まあ上げてそれ多分見て、スキップスもライブ帰ってきて、こう間違ってるんですよ。間違ってるんだ、ほんと本当に。一回さ、俺に確認してくれればさ。いや、そう、確認してない僕が悪いです、これは。今のところね。今のところそうです、はい。あ、ごめん、間違えてた。うん、気づいたの、そこで僕、ね、うん。そしたら、え、これ前も確認したよねって言われて、うん、あ、そうだっけみたいな。え、ほら、これみたいなんで、うん、画像がバーンってきて。スクショみたいな。スクショみたいな。はい、え、これめっちゃ詰めてますよね。そんな詰めてないです。すげえ詰めてない。違う、それはだからずっと今 LINE の文面での話をしてるけど、いや、マジでそっちの受け取り方次第よ、ずっと。いや、あれは絶対に。だし、しかもその時ひどかったよ、本当に。いや、ひどかったよ。一回、いいですか、はいはいはい。その福田さんがスケジュールを上げてくれたんですよね。はい。で、僕はそれすぐに気づいて、うん、あ、これ間違ってるわ。はい、で連絡して、ここ時間間違ってるよって言って、うん、あ、ごめんごめん、直すわって言って一回なんかリプで直したんですよ、加藤さんは。はいはいはい、訂正して、ここの時間が、本当に間違ってます。はいはいはい、言ったら、うん、そのほんと数分後ぐらいに、はい、その僕らが今、大外一揆っていうライブで、はい、その主催してる山本決起集会さんが、うん、はい、引用リツイートで、大外一揆の時間間違ってるよみたいな、あ、言ってくださって、言ってくださって、はい、まずもう2個間違えてる。2個、うん、で、ちょっと、はい、大丈夫みたいな、一回上げ直した方がいいんじゃない、うん、あ、分かった、ごめん、上げ直すわって言って、うん、そのツイート消して、はい、上げ直したんですよ、はい、で、今2個間違ってたじゃないですか。はい、だから2個直さなきゃいけないじゃないですか。はい、大外一揆だけを直して、はい、その最初の時間間違えてたやつは直さずに上げたんですよ。で、ちょっと待って、時間直ってないよみたいな、はい、あ、ごめんごめん、消すわみたいな。一回もその間確認なくて、僕に。はいはいはい。すごい、連発してたよ、ミスを。連発してました、うん、してたよ。でも今は怖いですよって話じゃん。まずミスが多すぎます、あなたは。いや、だからもうその時から、うん、ちょっともう本当にもう確認しますって、まあ、今確認してもらってるんですけど、はいはいはい、本当にその、はい、福田さんのミスで、はい、その俺にも叱られる、はい、福田さんも自分のミスにイライラするで、はい、本当にもう最悪だから、はい、空気が本当にどうすればいい？確認、確認ですね。確認、これは確認ですね。ミスしないように、ミスしないようにね。俺が見るからちゃんと、はいはいはい、ちょっと確認お願いします。そしたら本当に、はい、俺全然な、え、怒ってなかったのな。いや、怒ってた。え、めちゃめちゃ怒ってた。俺もうすごい LINE の多分文面をそっちが感じてるっすよ。だけだろ、パン。群青ダッチの階段だ。はい、というわけで始まりました。はい、群青ダッチの横澤です。福田智也です。お願いします。ちょっとビリビリしてましたけども、はい、気を取り直していきますか。どんなビリビリするラジオありますか。いますか、どうですか。はい、どうですか。あ、じゃあ、まあ、ネタなのでね、はい、ちょっと気を取り直していきます。はい、お願いします。いきます。ラジオネーム19の放課後さんからいただきました。19の放課後、うん、こんにちは。こんにちは。ライブでネタを拝見してからYouTube でも群青ダッチさんを見るようになりました。ありがとうございます。そこでコントシさんに普段から気になることがあったので教えてほしいです。お、なるほど。コントシさんって女装する方は皆さん自分でウィッグやお洋服を購入しているのでしょうか。はい。自分で購入している場合どこで購入していますか。またどれくらいの種類のウィッグやお洋服を持っているのでしょうか。群青ダッチさんはどうですか。すっごい質問してくれてる。質問攻めだね。すごいね。はてな、どれが答えてるこれ。いや、でもありがとうございます。ありがとうございます。どうしますか。まあ、なんだろうね、衣装ですか。でも衣装とかはやっぱ、はい、今 Amazon で買うのがもう圧倒的に多い。まあもう、うん、そうですね。わざわざ買いに行くっていうのはあんまりないかもしれない。やっぱ手間もかかんないですし、うん、Amazon とかね、楽ですね、Amazon はね、やっぱね。まあどっちもでも女装はするから。そうですね。僕の場合は、うん、その1個しかないんですけど、1セットしかないんですけど、女装
想のレパートリーそっか、今のところ1セットしかない1セットしかないんですけど、はい、それはあのなんかもう本当の中古屋で買った1000円ぐらいの古着屋の1000円ぐらいの本当の古着屋で色あせたパーカーと、うん、なんかピンクの、うん、これも色あせたロングスカート、うん、どっちも色あせてる計2000円ぐらいのやつで、うん、でまあその時は選んでて、あこれでいいじゃん、2人で買いに行って、ね、いいねとか言いながらちゃんと試着とかもして、そう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 、あもうこれでもうカツラかぶっちゃえばもう女じゃんって、でそれでライブをして、はい、まあ何回かして、はい、あとで感想とか聞くんですけど、はい、いやあれ変えた方がいいよって言われて、ダサすぎるダサすぎるって言われて、あれいいじゃんって、これダサいんだ思って買ったのに、だからちょっとセンスがないことで気づいた。センスがなかったんだね、あれは。でもまあ、横さんの方がね、予想するんで。そうですね、予想するネタは僕の方が多い。おお、でも褒めてもらえるじゃん。可愛いって、僕はダサいって言われますけど、可愛いって言われますよ、ムカつくことに。そうだね。こういうとこだよ、桃井かおりさんみたいな。そうね。そうね。そうね。そうですね、うん。服とかまだそんなになくて、ウィッグとかも、うん、ウィッグはもう全然一種類を何回か買い直してるぐらい。何回ほどですかね。やっぱウィッグって、はい、その人の髪とは違うんで、うん、その人間のシャンプーじゃダメなんですよ。なんかダメらしくて。ちょっとやっぱ傷んじゃう、ね、うん、はい、違うものだから、うんうん、なんかそれ専用のシャンプーとかリンスを使わなきゃいけないらしいんだけど、うん、それちょっと面倒くさくて買ってなくて、はい、やっぱ使っていくうちにどんどん傷んじゃうんですよね、のでだんだん使えなくなっていっちゃうんですけど、うんうん、だから一回なんかそのでももったいないじゃないですか、それで捨てんの。まあだから取っといたんですよね。ウィッグって4000円とかしたから。いや高いですよ。高いから、まあ、何回使えないかなと思って取ってて、はい、でその僕らのネタの中で胸ぐらっていうネタがありまして、うん、これ YouTube にも上げてるネタなんですけど、そうでオタクのネタで2人ともオタクの男子高校生っていうネタで、はいはいはい、うん、でそれまではお互い普通に地毛で、多分 YouTube 版も地毛で、そうですね、多分地毛ですね、普通に髪とかは何も変えずにやってたんですけど、はい、あれでもなんかロン毛のそのオタクみたいなのいるよなって思って、うんうんうん、ロン毛でこう後ろ結んでて、うん、お前髪ももう全然気にせず分けてる、はい、やつもいるから、うん、ちょっとじゃあ片方そっちでやってみるか、じゃあ福田さんそっちでやってみるって、はい、キモすぎて本当にちょっとこう YouTube ファンなら写真とかこう載せときますけど、本当にねそ似合いすぎてるんですよ、そのキモロン毛が。いやそうなんですよね、だからこういうオタクの、うん、そのネタっていうのは僕はまあもうそれ以来ずっとキモロン毛でやってるわけですよ。すっごいハマるよね、なんかキモロン毛すごいハマってるのかな、うん、でそういう時って絶対女装してるんですよ、この人。あ、まあその僕横が女装してることは多いかもしれない。多いです、うん、でこれもネタしてなんか感想とか聞いた時にやっぱ褒められるんですよね。いやめちゃくちゃやっぱ可愛いなって言われちゃうね、他のね、芸人さんだからね。そう、福ちゃんもめちゃくちゃキモかったって言われるんです。いや、最高の褒め言葉じゃないですか。いや、褒め言葉なんですけど、はい、ちょっとチクッと、これ気持ち悪いの似合いすぎてんだってちょっとチクッと思っちゃいますよね。片や相方チヤホヤされて、片や相方チヤホヤされてお前キモすぎるよなっていう褒め言葉をいただいてるんですよ。そうね、いや、嬉しいんですけども、そんだけ似合ってるってことなんで。いや、まあ複雑ですけどね。一回、はい、それこそそのキモロン毛をつけてるネタで、これ YouTube に上げてないんですけど、はい、あのフリーハグっていうネタがありまして、ありますね。でそれも横が、はい、その女装してまして、はいはい、でフリーハグをしてますと街中で、うん、そこにそのキモロン毛、うん、キモロン毛福田がキモい表情で入ってくるんですよ。こういう感じで一回ちゃんと悲鳴上がった時あるもんね。で僕はネタ中はやっぱり、はい、そいつに入ってるんで、あ、そいつって呼んでた、そいつ入ってるんで余計にキモく、でも嬉しかったです。怖っ、あ、もうそういう感じになるの、役入りすぎてよ。みたいな、キモで余計にこうキモくいけました、ね、
すげえ。あ、じゃあもう悲鳴が上がった方がいいかもしれない。悲鳴上がった方がいいっす。ネタ中は？ネタ中は悲鳴上がった方がいいっす。でネタ終わった後にキモかったって言ったら傷つく、はい、傷つきます。こんなにやってんだって。うずいってそれは。傷つく。いややっぱ入っちゃうんでね。すごいね、でもそんだけ入れるっていうのはね。ハマり役ってことなんじゃないかな。キモい役がハマり役っていうのもちょっとなんか複雑ですけども。そうですね。でも今のとこそんな別にね、衣装とか見るわけないですけど、まあ、はい、まあ、1、2種類ぐらいです。うん、やっぱお金かかりますからね。いやもう今年の宿命ですよ、これは。はい、かかりましたしかないですよ。19の放課後さん、はい、そんなとこです、はいはい、すいません、はい、ネタは以上ということで、じゃあ振り返りますか。最近のこと振り返りますか。若気の至りですか。これもうね、ゲストで呼んでいただいてありがたかったっていうライブにね、はい、めちゃくちゃ楽しかったよね。大盛り上がりだったね。その知ってるところで言うとセンチネルさん、はい、ジグロポッカさんとか、ジグロポッカさん、めちゃくちゃもう他にも面白最高先輩ばっかで、みんなそう、そんなところにね、その後輩ゲストみたいな感じで呼んでいただいて、うん、いやありがたかったね。めちゃくちゃ楽しかったし、楽しかった。だからそのオープニングが、はい、僕が始まる前にもう着替えちゃってたんですよ、コント衣装に。はい、その始まる直前に、あれゲストもオープニング出るよってなって、うん、あ、すいません着替えちゃいましたみたいな、はい、あ、どうしよう、じゃあこのまま出ますかみたいな、あ、いいよいいよ、そのじゃあ一人だけ出ればいいんじゃないみたいな、うん、他の先輩たちが言ってくださって、うん、オープニング福田さん一人で出たんだよね、うん、急遽ね。でもなんかその時にもうそのさ、やっぱセンチネル大成さん、はい、すいません毎週話、あ、宣材写真の YouTube 版で宣材写真を上げてます。よろしくお願いしますということで、このセンチネルの大成さん、兄貴、いや兄貴ですね、がもうそのめちゃくちゃ美味しくしてくれてね、福田さんは。そうなんですよ、まあ、僕が出て、まあ、群青団地って紹介してくださって、うん、こいつめちゃくちゃバカなんですよ最初にね、うん、言ってくださって、え、そうなのみたいな、うん、でそっかもうみんないじってくれてね、そっからやっぱその MC の方とかが振ってくれるんですけど、うん、僕もガチガチに緊張してたっていうのもあって、うん、マジで話通じなかったんですよ。会話が成立しなくて普通に、はい、でそこでまあその結構お客さんも笑ってくださって、なんかもう確変状態に入ってたもんね、袖で見てたけど、そっから先輩方がいろいろこう振ってくださって、うん、話題振ってくださって、もう普通のことを答えるだけでも受けるみたいな、すごいよな。あのもう本当にね、はい、周りの先輩方、大成さんのおかげでね、めちゃくちゃなんか美味しくしてもらったね。美味しくしてもらいます。最高だったもんね。めっちゃ楽しかったしね。いや、めっちゃ楽しかったね。企画も2つあったんだよね。2つありましたね。前半企画、はい、後半企画があって、うんうん、でコンビのそれぞれがそれぞれに出るみたいな。はい、で僕らは福田さんが前半企画出て、はい、僕は後半企画。後半。前半企画はなんか綱引きクイズみたいなのしたんだよ。はいはいはい、しましたしました。綱引きを2チームでして、はい、綱引きに勝ったチームがクイズの回答権を得られる、はい、クイズで、はい、でその時も大成さんと同じチームだったんだね。はい、そうなんですよ、同じチームで、まあ、大成さんが選んでくださって、でやっぱ大成さんはすごいやっぱ振ってくれださるんですけど、うん、まあその時はちょっとあんまりいい返しができずに、うん、ちょっと申し訳ないなっていう。いやでも俺なんかライブ終わってからさ、はいはい、そのライブに来てくださったお客さんが、はい、その写真とか OK だったんで、うんうん、撮ってくれた写真をこう SNS に上げてくれたやつをちょっとこう見てたのね。はい、それでなんかそう大成さんがその福田さんをこう福田さんの肩をこう、はい、肩に手を回してくれてるみたいな、はいはいはい、でこう抱えてくれてるみたいな、はい、その手がまずもうでっかくて、まず大成さんってもうでっかいじゃないか。写真で見るといやいやそうなんですよ、よりでっかいなと思って、あ、びっくりしたんですけど、僕の顔ぐらい手ありますから大成さん、キャプチャーミットしようと思って、はいそうですね、それがなんか本当に兄貴感がめっちゃ、いや本当に大成さんはマジめちゃめちゃ兄貴ですね、優しいですし、まあそういうのもあって、うん、企画だから後半ね、ヨコさんが出て、いやだからさ、はい、その後半企画見てました、まあ途中ぐらいまでしかちょっと見てないんですけど、あ、本当に、はい、だからその僕はだからオープニング前半企画見てて袖で、はい、
大成さんがすごいその後輩のね福田さんをめちゃくちゃこう美味しくしてくれて、はい、フォローとかね、はいはい、いろいろやってくれて、はい、僕は後半企画、うん、そのセンチンの富里さんと一緒に出たんですよ、はいはい、まあ、他にもいっぱいいますけど、うん、で富里さんの横に立ってて、うん、あのね一回も目合わなかったねもうね一つも話振ってくれなかったし富里さんそんなことないでしょ富里さん。本当本当に。だって楽屋とかでもすごい喋るじゃん。うん、楽屋ではなんか喋ってくれたけど、あのさ今富里さんって今、はい、ドラマに出るんですよ。そうです、ね、レギュラーで今撮影してるんですよ、ね、これでもマジすごくて、最初はパーっていう、最初はパーなんですけど、はい、お笑いの養成所を舞台にしたドラマ、うん、で富里さんもその養成女性として、はい、出るので、はい、本当、ま、毎話毎週ぐらい出るらしくて、もうめちゃくちゃ忙しくだから当日のライブとかもキャンセルしたりとか、最近すごいじゃん、なんか撮影が すごいらしいですね。なんかねもうね、だからその企画の時も、うん、はい、お笑いの顔してなかったね、もうお笑いの顔してなかったです。なんか俳優の顔してたよ、もう撮影しすぎて俳優の気持ちで、うん、いたんだ。だって俺らの知ってる富里さんなんて言ったら企画もガンガン前出て、はい、めっちゃ受け取る。いやいや、そうよ、富里さんなんかもうすごいんだから、前に出て前に出て、もうほぼ喋らずに、はい、にっこりしてる後ろでにっこりしてる。もうバラエティーのゲスト俳優じゃん、もう、ね、朝9時から23時まで撮影とかがもうザラにあるらしいですからね。そりゃ俳優顔になるわお笑いに戻ってこれるのかな。戻ってこれるんすかね、魂。最初はパーが終わった頃にはもうやばいよね。そんなね、すいません、センチネルさんの話ね。いやごめんなさい、本当にしちゃって、ちょっとね、宣材写真で許してください。まあ、ちなみになんですけど、はい、その、ま、センチネルさんで言うと大成さん、大成さん、このね、大きい方、大成さん、はい、はすっごいね、誘ってくれるんですよ、僕のこと。なんかこう飲みとかね、飲みとかね、そうそうそう、はいはいはい。で、結構急に電話来るんで、大成さん、うん、その気分で、はい、もう一回行けるみたいな、はい。でももうそのバイトとかでことごとく断っちゃってるんですよ、はい、すごい申し訳なくて、はい。そしたらこの前なんか夜中1時ぐらいに電話来て、大成さんから夜中1時電話、夜中1時ぐらいに電話が来て、もういつだって言ってくれんのそのお前とのトーク画面見たら、はい、ずっとその俺からの着信だけで、はい、俺メンヘラ彼女みたいになってるんだからいや、すいませんみたいなああ、そう、なるほどね。そうそう、はいはいはい、そんで行けてないのかっていう電話が来て、はいはいはい。だからもうさすが俺も行きたいし、いや、そうね、ずっと断っちゃっても申し訳ないから、じゃあ大成さんと、うん、じゃあもうこの LINE の、 あの日程調整みたいな機能あるじゃん、はい、あれ二人でやって、はい、予定合わせて行きませんみたいな、はい、言ったら大成さんが、うん、そんなことする芸人いねえよって言われてそう、芸人むずくないあ、それダメなんだあ、そうなんだ、それダメなんだって。大成さんやっぱり、うん、その当日誘ってきてくれる方がいいんだ。その日の気分で行きたいなってよ。それは、でも大成さんなんかああいう風貌ですけど、ちょっと可愛い、可愛い、ありますよ ね本当にだから大成さんが、はい、もう最後電話切り際ぐらいに、はい、いや俺もうその負けないからねみたいな、誘い続けるからねみたいな、可愛い言ってくれて、はい、だからこっちも分かりました、断り続けますみたいな。なんでだよ、行けよ、いけやいや本当にありがたいですね、大変。いや本当にね、みたいな若気の至りがね、ありまして、若気の至りありましたけども、あとまあいろいろありましたけど、最近で言うとゴールデンネットライブありましたね。ありました、初 K プロです。 K プロさんにね、初めて出させていただきまして、初めてがゴールデンネットライブってやばかったね。ライブです、ね、その K プロさん の、 そのライブの雰囲気もわからないまま行って、うんうん、はい、まずそのケツワラと同じ会場なわけじゃん、はい、まあ K プロさんはなる劇、なる劇、いわゆるね、はい、そのなる劇の状態で初めて行って、はい、なんかめっちゃ感動しなかった、なんか違いが多くてちょっとその事務所には申し訳ないんですけど、いやいや、まあ別に批判してるわけじゃないです。そう、すごくて、まずケータリングとかがすごい格上に、はい、いや、すごい若手ばっかのライブなんですけど、そうそうそう、それなのになんかおにぎりとか、うん、
パン、お茶、いろんな食べ物が置いてあって、びっくりしました。ね、いや、まあ、いろいろ感動もありながら、はい、もう演者の皆さんとかもめちゃくちゃ優しくて、楽屋とかでもね、話しかけてくださって、優しかったね。で、お客さんもあったかくて、あったかかった。で、その僕ら割と早い出番だったので、はい、もうその舞台袖にある楽屋で待機してて、はい、ネタのこう準備もして、はい、で、開演しましたと、はい、で、最初にオープニング映像が出ますね、はい、で、その今日出る演者さんがその出番の順番でこう潜在写真がこうスクリーンにバーンって出て、はい、コンビ名、うん、ドーンって出て、それがこう順番に、うん、出てて、そう、僕ら3番目だったんですけど、うん、群青団地バーンって出たのが、うん、本当に意味わかんないですけど、僕らの潜在写真じゃなくて事務所の先輩のライオンロックさんの写真が出たんですよ。えってなって、僕ら袖で群青団地バーンってライオンロックさんが出て、ライオンロックさんが出て、でも次のにバーンって言ってるから、え、間違い今の、どういうことびっくりで、一瞬の出来事だったんで、そう、見間違い、でもライオンロックさんだったなっていう、ライオンロックさんのちょっと写真もね、ここにね、あ、もう YouTube 版でライオンロックさんではバーンって、はい、で、ってなって、はい、でも多分その間違ってますと、そのスタッフさん、ケーブルのスタッフさんが、はい、何かの手違いでライオンロックさんになっちゃったなんかそれもね、なんか話聞いたらそうなんですよ。いや、これもしょうがないんですけど、いやいやいや、そのネットで群青団地潜在写真って検索したら、なぜかライオンロックさんの写真がトップに来るらしい。一番上に出るらしくて、これはもうなんか、なんだろう、もう誰も悪くないもんね。いや、誰も悪くない。それはトップに出たら群青団地だと思うもん、ね、で、それが使われてたんだね。そうそうそう、っていうので間違いがあったらしくて、まあ、でもまあ僕らからしたら美味しいと、まあね、初の K プロで、うん、すごいそんなミスしてくれて、うん、ちょっとこれエンディングで話していいですか、はい、ちょっと映像も出せますかみたいな、はい、ありましたみたいな、はい、でエンディングでその話したんで、はいはいはい、でそこもすごいこうやっぱその絵が面白すぎるから、そうなんですよ、すごいこう盛り上がってというかでその絵がね、そう、ちょっとこう載せます、ちょっと載せます、それでそのみんなで映像を見た後に、はい、本当だ、間違ってる間違ってるってなって、そしたらその竹内図の山之助さんが、はいはい、あ、じゃあその群青団地パンって出た時に自分たちがそのスクリーンの前にこう立てばいいんじゃないみたいな、はい、そうすれば自分たちの顔覚えてもらえるんじゃない、確かに確かにって言われた時の写真がこれなんですけど、はい、これ俺らめっちゃ好きなのこの写真覚えてもらおうで、その群青団地で覚えてもらおうってこう出たのに、僕らがこう出たせいで群青団地の文字が消えてライオンロックさんが後ろに写ってる、この写真わけわかんなくないですか。てかこのライオンロックさんの笑顔が良すぎるよね、なんか素敵すぎて、これ小林さんの笑顔が優しすぎて、こう天国から見守る小林さんになっちゃってるからそのお前らこのさ、ぼやっとしてる、ぼやっとお前ら前見ていくしかないんやでって言ってるのよ俺らの代わりに前向いて行きやライオンロックさんわバーンの時の写真撮ってあ、面白いですよね、何回見ても面白いわ、絶妙な笑顔だよね、絶妙な笑顔と、なんかこの佇まい、見守ってくれてるもんね、見守ってるよねこれめちゃくちゃ面白いな、最終回の最後のコマだもんな、これ行くぜ俺らがライオンロックだこれも面白いな、これめちゃくちゃ面白かった、本当にね、ありがたいですね、本当にこんな、いやありがたい、これでもう大盛り上がりしてくれて、助かりました、本当に皆さんもいじってくれて、いや良かったですね、覚えてもらえたかな顔どうかな、ライオンロックさんの方が印象悪いな、笑顔良すぎてこれもういや最高でしたね、最高でしたね、次が楽しみだね、次どうなってるのか次あれ
顔違うくないって言われるかもしれないですね。ラビオンロックさんで覚えてるから。このままでもいいしな、もはや。で毎回オープニングで俺ら登場して、バーってポーズ決めて出てくるみたいな。で生のグンジュ、グンジュ感じだけ生。生で。これ面白い。これはいいですね。本当に最高。いやもうライオンロックさんにも感謝です、ね、感謝です。ありがとうございます。ケイプロさんにも感謝です。またね、ちょっと来月か11月の13日の、はい、にも出るのかな。どうかな。10、まあ、13、そんなとこです。そうですか。はい、あ、いろいろ話しましたけども、はい、というわけでちょっと長くなりましたけど、はい、こちらのラジオはスタンド FM と YouTube の両方で上げております。はい、YouTube では動画ありでも上げているので、そちらも良ければご覧ください。お願いします、はい。お便りはスタンド FM のレターか、はい、または、メールアドレスの方にお願いします。ます。YouTube 版ではちょっと概要欄にメールアドも書いているんですが、はい、以上読み上げますと群青ドットランチ0215 at gmail.com でございます。お願いします。ぜひね、いろいろね送ってほしいですね、ネタ。いや、ぜひもう、読むんで、読ませていただくんで、うん、本当に送ってください。お願いします。何でもいいので送ってください。何でもいいっす。もう、なんか一言で言ったらいいっす。うん、そう、僕、はい、お願いしますよ。寝てる？お願いします。寝てます。ベンジャーランチでした。はい、ありがとうございます。